始めます。ティアンデルカのジクマルです。本日は手のひらのサイズの小さな生き物を紹介していきます。はじめに1杯目のフリップアラテでは金魚を、2杯目のフリップアラテではハチドリを、そして失礼しました、デザイナーズラテでは蝶を描いていきます。はじめに金魚です。金魚の特徴的な尾ひれを2枚のロングリーフで表現していきます。そしてショートリーフ3枚を使い、胴体、水草、ヒレの部分を、ドライフォームで顔の輪郭を作り、最後に気泡、しました。最後にドットで目と気泡を描いて完成です。それではご用意いたします。お待たせしました。1杯目です。お楽しみください。続いて2杯目をご用意いたします。世界では約100種類もの金魚が存在し、その中の約30種類ほどが日本では飼育管理されているそうです。失礼しました。それでは2杯目をご用意いたします。失礼いたします。目と気泡を描いて完成です。お待たせしました。ごゆっくりお楽しみください。続いてハチドリをご用意いたします。ハチドリの描き方です。5本のリーフで羽と葉っぱを表現していきます。そしてドライフォームで尾羽からくちばしを、そして羽から目をつないでいきます。最後にドライフォーム、失礼しました。最後にドットで木の実と太陽を描いて完成です。それでは
お待たせしました。ごゆっくりお楽しみください。続いて2杯目をご用意いたします。失礼いたしました。日本ではあまりの馴染みのないハチドリですが、アメリカでは幸せのシンボルとして信じられています。それではご用意いたします。お待たせしました。ごゆっくりお楽しみください。続いてデザイナーズラテです。デザイナーズラテでは蝶を描いていきます。春になると公園などでよく見かける蝶ですが、本日は羽ばたく蝶ではなく一輪の花にとどまり羽を休める蝶を描きます。その姿は、妖精のようにも見えます。最後はエッチングで仕上げますので、少々お時間いただきます。それでは描いていきます。エッチングで仕上げます。残り1分です。お待たせしました。ごゆっくりお楽しみください。続いて2杯目をご用意いたします。長さの異なる6本のリーフを同じ幅で描き、ピックを使うことでよりリアリスティックに表現していく工程にぜひご注目ください。お待たせしました。それでは エッチングで仕上げます。
待たせしました。ごゆっくりお楽しみください。本日はありがとうございました。終わります。はい、ありがとうございました。ジャパンラテアートチャンピオンシップ第一競技者、ジクマルバリスタでした。お疲れ様でした。ジクマルバリスタ、お疲れ様です。どうぞこちらの方にいらしてください。ちょっと今日の本当に最初のスタートになっちゃいましたんで、どうぞ。はい、あ、すいません。大変だったですね。ちょっとプレッシャーもあってね。緊張しました。そうですよね。あの今日の、まあ、ちょっと、話のねプレゼンの最中でも少し出てたんですが、ラテアートのテーマみたいなものは何かあったんですか。ちょ、小さな生き物をテーマにして、うん、あの作っていったんですけども、はいはいはい、まあ、あのリアルサイズの大きさで、その金魚だったり、うんうんうん、あのハチドリだったりが、ちょうど本当に描いたものの、ね、姿ぐらいのサイズ感だから、はい、まあ、そういうのをテーマにされたということですね、はい、どうでしたか今日の出来栄えは。いや、もう50点ぐらい。なるほど。ちょっとご自身もねバリスタで結構ラテアートとかやられると思うので、どうでしたか、はい、いや50点とは思えないですけどね。うーん、すごい、はい、初めてですかこの大会は。あ、大会自体は3回目なんですけど、3回目で決勝初めてです、ね、あ、はい、決勝が初めて。いや、もうその舞台でこれだけできてたらもう素晴らしいとしか私は言いようがないと思うんですけども、アートそのものに大きなあのミスもなかったように思いますし、非常に完成度が高くできてたと思うんですが、どの辺がもっとこ う, うまく描ける予定だったみたいなご自分の中であるんですか。そうですね、やっぱちょっと、うんうん、なんていうんですかね、エスプレッソだったりミルクだったりの作成がちょっとおろそかになっちゃった。抽出とかスチーム自体がもう少しもっと、はい、あのいい状態でできたんじゃないかっていうふうに思っておられる。量が多かったなと思ったのと、ちょっとあと単純にちょっと体が動かなかったですね。あ、緊張でみたいな感じでした、はい、緊張しますよね、まあ、でもねステージ上は本当にそういうものなので、あのスコアシート目線で見ると どうなんでしょうか。どんなところがこう評価されるものなんですか。そうですね、まあ、この本当に3杯この時間内で、あの、まあ、3つのラテアートですよね、うんうん、すごく大変だと思いますし、そうですね、まあ、私も去年ちょっと J ラックはジャッジをやらせていただいたりっていうのがあったので、ジャッジとしてもこうなかなか見ていくのも実は大変なところもあるんですけど、もちろんそのミルクのツヤであったりとか、あとはこの例えばこう、ね、最後ドラッグっていうんですかね、こう落としていくこうポトポト白いの、ね、はいはい、あそこにこうにじみがあるかないかとか、なんかそういうところですよね、はい、見ていくのが。ちょっと審査員がはけたので中見てみましょうか、はい、ぜひ。これはこれで50点はちょっと自己評価、カメラの方にちょっと向けましょう、はい、これね、いや素晴らしいですね。相当綺麗にできる。これとかものすごいコントラスト綺麗だと思いますけど ね。いやちょっと無理やり仕上げた感があります。無理やり仕上げた感そうなんだ。もうちょっと僕には全然分かんないな。私にも真似できないです、ここまで。もっとしこうシャイニーにこうコントラストも綺麗に、もっとグロッシーなイメージだったんですけど、あ、なるほど、グロッシーなんかこう光沢があるような、あ、はいはいはい、もっとツヤツヤした出来栄え、まあ、今ちょっと、ね、時間経ってるんで、はい、あれだったんですけど、もうちょっとスチームじゃきれキメが細かく、はい、まあ、できたということなんですね。まだまだ未熟でした。いやいやいや、本当にね第一競技者という大きなプレッシャーの中やっていただきましたが、普段はD&デルカの虎ノ門ヒルズのカフェでお勤めだということで、はいはい、こういったアートみたいなものってお客さんに提供されたりするんですか。たまにですね。あ、そうなんだ。基本はテイクアウト用の、はい、ペーパーカップでの提供なんですけど、うん、あ、じゃあその中で例えばお客さんからご要望あったらちょっとこう凝ったアートとかも。あ、もう全然描きます。そうですか。アルカップも一応あるので小さなサイズでしたら、なるほど、入れていただければ。じゃあ結構お店の中で自然と環境的にいろいろこうやれる素養はあるっていうか土壌はあるんですね、はい、みんな喜んでいただけるので、はい、うん、なるほど。今回初めてのファイナルってことだったんですけど、はい、いかがでしたかファイナルの舞台は。あ、いや、いい経験でした。なんかすごいなんか知ってるような方々がたくさんいたりちょっと尊敬するような方々もいたので、はい、ちょっと一緒にできて嬉しいなっていうのがありました。なるほど、はい、なんか目標にされてた方とかいたんですか。ちょっとすごいなと思ってる方とか。あ、そうです。昔から伊藤さんとか、去年のチャンピオンのチャンピオンの方とか、なんか会場にいらしてましたもんね、はい、伊藤さん今いないのかな。さっきいましたけどね。まあ、いらっしゃいですね、はい、表参道のサラダヒコに通ってました。お、始めたての頃はまあ、そういう方たちとこう同じフィールドでやってるっていう感じがすごく良かったってことですかね。目指すところは、はい、
伊藤さんみたいなバリスタになりたいなと思って。なんか12年前だったのか。そうなんですよ、12年前にそれこそ出たんですけども、もうその時のレベルと全く違いすぎて、あーアート自体がね、アート自体ももうなので、本当に今されてる方にはもう私はもうリスペクトしかないです。本当に描けないですか？描けないです多分1ヶ月ぐらい毎日ずっと同じ絵柄を練習し続ければ描けるようになるぐらいじゃないかな。本当にそれを3杯ここでこの大舞台でやってるわけなので、もうその努力は凄まじいものだなと見てて思いますね。なんかこう上手に描くためのコツみたいなのね、まあその世間の多くのバリスタから見たらやっぱりこのラテアートの大会の決勝に上がったってすごいことだと思うんですよ。なんかどんなところに気をつければこれはアートが綺麗なものに描けたりするんでしょう？やっぱりもう注ぎですね。もう右手のスキルを上げれば何でも描けるようになると思います。注ぎの技術がすごい重要だということですね。注ぎの技術が重要ですね。なるほど。あとはですね、なんかこう味との相関みたいなところってどうなんですか？やっぱりこうラテアートが上手だと味と、はい、なんかやっぱ クリーミーですね。やっぱもう生クリーム食べてるみたいな。なるほど。いいスチームができないと結局いいアートが描けないから、結局できないんで、やっぱうまい人のラテってやっぱすごく美味しいですよね。なるほど。やっぱりその物質的な美味しさみたいなのはラテアートを修行することでも十分高めていけるという、レベルも上がっていくと思います。はい、なるほどね。なんかそのコーヒーを抽出したりスチームをすること自体のコツみたいなのは何かあるんでしょうか？ ものすごい基本的な質問なんですけど。スチームですか？チーム、そう、なんかどんなところが注意しなきゃいけないのかとか、なんかラテアートで悩んでる方ってこう見てると結構スチームとかも荒い方もやっぱまだまだこうディテールでは多いなと思うんですけど、ちょっと競技見てるとすごいスチームのところでめちゃくちゃ神経使われてるのが、あ、そうですよね。めちゃくちゃ こっち見てても伝わってきたので、そう思ったんですよ。なんかすごいこう慎重にスチームのところやられてるなと思ったので、何に気をつけてらっしゃったのかなと思って。いや、もう蒸気を全部入れ込むように、あ、注意してますね。スチームノズルから出てくるものを逃がさずにちゃんとミルクの中に使うと、もう全てのところから中に入れ込むように、漏れるところなく。それが漏れるとやっぱりうまくいかなくなるということですかね。攪拌が弱っちゃいますし、パワーが劣りますよね。はい、結局うまくフォームもできないし時間もかかっちゃうということなのかな。そうですね、はい、なるほどね。勉強になりました。はい、もうちょっと第一競技者というプレッシャーの中ね、本当に素晴らしい出来でできたんじゃないかと、ご自分は50点と言ってましたが、私にはちょっと50点には見えなかったですけど、はい、なんか最後にコメントがあればどうぞ。はい、いえ、今日はありがとうございました。いや、もう本当にね、第一競技者という大きいプレッシャーの中、本当に素晴らしい競技していただきたいと思います。素晴らしい競技でございました。ジャパンラテアートチャンピオンシップ2024ファイナル第一競技者でした。軸丸京介バリスタです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。